ではそのアクシデントっていうのを説明しましょう。1698年9月6日のことです。ただしこれ旧暦です。旧暦の9月6日です。江戸城近くの商家、つまり商人ですかね、から出荷した日がですね、出た日がですね、折からの強風に煽られて北上して江戸全体の3分の1を舐め尽くすという大火事、大惨事になっちゃったんですよ。でしかもこの時ね、間の悪いことに上野の寛永寺ありますね、上野の寛永寺の建立された根本中堂、まあお寺の中心堂のお堂のことです。この根本中堂っていうのが、落成したばっかりなんですよ。出来上がったばっかりね。で、出来上がったことを記念して、第113代目の東山天皇、この東山天皇陛下による勅学、勅学とは、陛下自らが直筆で書かれた寺のお寺の学ですね。この勅学がですね、江戸に到着したんですね。江戸に到着したその日に火事が起きちゃったんです。間の悪いこと、間の悪い時に間の悪いことがあるもんでね。で、根本中堂やこの勅学はかろうじて焼失を免れました。しかし江戸の庶民はこう思ったんですね。寛永寺って武士の寺やないかと。武士の寺に天皇陛下の勅学を書かせるとは何事かと。その天皇陛下のお怒りがこの火事を呼んだんだと。で、俺たちは迷惑被ったんだと、そういうふうに人々のそういう噂したんですね。で、その結果この、寛永寺周辺の江戸城の3分の1を舐め尽くしたこの大火事のことを別名勅学火事と言います。で、この火事による痛手がありました。この痛手から5年後のことです。1703年11月23日でした。関東を中心にマグニチュード 8.1 と推定される大地震が発生しちゃったんですよ。で、この大地震は元禄大地震と呼ばれているんですが、地震の直後には各地で大津波が発生しました。不満悪いことに地震には津波つきものなんですが、この津波が大きいの来ちゃったんですね。で、その結果小田原城ってあるでしょ、皆さん。小田原城の天守閣が大津波でぶっ壊れちゃったんですよ。それほどの大惨事なんですね。で、しかも地震には余震がつきものです。で、その後の余震も長く続いて人々は長く苦しめられました。で、皆さん、1703年これ西暦に直すと西暦じゃなくて元号に直すと元禄16年なんですけど、この年に何があったか。この元禄16年だとおなじみが低いかもしれない、低いかもしれませんね。その1年前、皆さん聞いたことありません、ね、元禄15年12月14日中心蔵ですね。そうで、この年の2月です。翌年の2月ですよね。元禄16年の2月に中心蔵で有名な赤穂浪士の四十四人が吉良上野介の宅に打ち入って上野介を殺害したという、ね、元禄赤穂事件が起きましたね。その赤穂事件によって浪士たちに切腹の定めが下ったのがこの年の2月でした。したがって人々はこう言いました。んなもん、赤穂浪士を切腹させたから浪士たちが怒って地震引き起こしたんや。で、まあ無茶苦茶ですわね。まあ勅学火事にしても浪士の切腹の地震にしても噂は所詮噂にすぎません。とはいえ相次いで起こる天災ね、地震や火事という天災の原因を、ね、どうしようもない恨みを時の為政者である津田義にぶつけるというのはよくある話です。ですから綱吉がこれらの原因を引き受けるっていうのはよくある話で仕方がない一面もあるんですけどね。天災はね、これで終わらなかったんですよ。この火事や地震という2つの天災がそれこそ可愛く思えるような極めつけのね、大惨事、それも人々が全く予想もしなかった極めつけの大惨事がこの後起きてしまうんです。